原禄検地は、江戸時代前期に行われた検地。歴史学上、五大将軍、徳川綱吉治世の天南年間以後の幕僚の検地はすべて原禄検地として扱われる。徳川綱吉政権は、大名の改役、元宝や世襲大官の処罰を多数行い、その後それぞれの領地や支配所の検地で、従来よりも国高を増加させている。検地は、 国高にして100万国分という天領全体の4分の1にあたる大規模なもので、中でも、元禄8年2月21日付で、関東軍大の伊那忠厚の支配地で実施された、検地は総国高が40万国に及んだ。やり方は、遠方検地と同様に、支配地の大官ではなく、近隣の大名、または別の大官が実施した。畑のけを分化し、 名受け人は、小農や小雑百白も検知町に登録、温泉を摘発し、開墾可能な土地は、山林や原の荒れ地や故障地帯をも検知して、大庁に記入して、国盛りを高めるという方法でいった。武蔵区に世田谷の村々では国盛りが2から3倍に増加するなど検知は、春烈なものであったが、生産技術が進歩したことによる生産量の増加が、 国高の大幅な上昇をもたらしたのであった。元六十年、江戸幕府は、見比べ地方直し令を発令し、蔵米取りの旗元で500票以上を受け取っていた者、及び、地行地の国高と支給される、蔵米の合計額が500票以上のものを、原則として地行りにすることを決定した。この原独地方自家は、 幕府にとって負担の大きいくら前での給与支給を減らすことによる経費削減や生産性の高い土地や多額の運譲金がある地域を幕府直轄領に組み込むことを目的とした財政の立て直し、政策であったが、この地方自家と同時に天領や旗本領の大規模な検知が実施された。この時は旗本領を一旦天領に編入させ、検知を実施して、 新しい国盛りをしてから別の旗元に割り振るなどの作業も行われた。これらの検知、地方自家は、環状頭の小木原重秀の主導によって行われた。遠方検知から元禄検知、地方自家といった一連の天領の再編成、国高の増加策によって、綱吉が将軍に就任した遠方8年から元禄十年までの17年間に、 国高で108万4250国、年貢量で44万3810国余り増加している。その後も多少の増減がありながら、幕僚の国高は400万国前後、年貢量で125万国前後を維持した。この原禄検知は江戸幕府が行った最後の大規模検知であり、この後、幕末まで天領の国盛は変更されることはなかった。 世田谷区市、所力を、徳川将軍権力の構造、竹橋余り筆別州、江戸時代前期の幕僚国高、年貢料に関する新資料、ありがとうございます。